どうも和歌山県住みます芸人ワンダーランドの谷坂です。まことフィッシングです。さあ今日はですね、和歌山市西にあります交通センター前駅にやってきました。はい、今回のテーマはですね、家族におすすめピクニックができる公園ということで、駅近でいいですね。はい、そうなんです。はい、素敵な公園紹介したいと思います。はい、それでは行ってきます。行きましょう。さあこちらでございます。和歌山交通公園です。変わった名前の公園。昭和50年に開園した歴史のある和歌山交通公園、昨年の年間来場者数は11万人以上。人気の理由は一体何なのか、早速お邪魔しましょう。うわー、なんか広い公園ですけど、公園、ここ公園です。信号とかあるよ、道とか横断歩道とか、普通のなんか道路みたいになってる。一般的な公園とは全く雰囲気の違うこちらの公園、早速園長さんにお話をお伺いしました。お願いします。よろしくお願いします。ね、ちょっとパッと見ね、よく見る公園の遊具もありますけど、はい、やっぱり気になるのはこの信号ですよ、園長。そうです。はい、信号横断歩道ね、交通ルールを学びましょうという場所ですんで、ね、なるほど。あ、交通ルールをいろいろ学べる公園になってるってことですか。そうです、そうです。あ、もうじゃあ最高やん。最高です。親子連れで来て、うん、子供さんがこう交通ルールを学べる、うん、そうです。マナーもね。マナーも、はい、だって信号も実際動いてますもんね。ああ、そうです、そうです。赤信号から青に変わったり、はい、もうだからリアルな普通の、まあ、道街中にある普通の道路が公園になってるということですよ。はい、ちょっといろいろ案内してもらいます。はい、はい、まあ、本来は手を挙げて渡ってもらう。あ、そうか、本来手を挙げてね。手を挙げて渡ってもらう。手を挙げて、手をしっかり挙げて。こちらは自転車がたくさん。そうです、あの無料貸し出ししているゴマありの自転車です。と三輪車、ゴマありの自転車とゴマありの三輪 車、これ無料レンタル、はい、無料でお貸しできます。だからかヘルメットも用意してますんで、必ずヘルメットしてもらって、ヘルメット。いや、だってね、さっきからもう、あの、今日もお客さんたくさんいらっしゃいますけど、はい、子供たちが園内に入ってきて、はい、一目散にこう、ね、ここですね、ここですね、ここへわーっと、みんな本当にあれですね、自転車乗るの目的で、まあ、ほとんどそうですね。まあ、今ね、市外では乗れにくいじゃないですか、場所もね、安全な場所もないので、だからここは本当に車も走ってないから。そうです、はい、人だけ注意してもらって、はい、自転車にだけ注意してもらって、はい、みんな子供たちは自転車乗ってる、はい、楽しんでまたね。だから無料やからさ、自転車の練習なんかもいいですよね。はい、そうです。いや、小さいお子さんね、自転車の練習するにぴったりですね。ぴったり、はい、うん。いいですね、こうやってこう道路標識なんかも勉強できるし。ね、はい、うん、これはもうどこなんですか、うん？これはあれでしょ？あの T、T じゃないんか？と、そうですね、はい、T の横。T 字。そうです。になってるってことですか。なってるってことです。危険、はい、黄色はだいたいこの際危険な箇所ありますよっていう標識なんで、はいはい、黄色はね、だからこの先は TD になってるんで、あの右には行けませんよという、はい、なるほどね。これとかはちょっとね、見たことある感じで、うん、よく見ますね。これはだからやっぱり横断歩道ありますよ。あ、ありますよ、ね、この横断歩道あります、気をつけてくださいねっていう、はい、なるほどね、これで、はい、これちょっと変わってるでしょ。これ珍しい、珍しい、見たことないな、これ。これ何、これ自転車盗もうとしてますよね。こんな標識あるかお前、こんなハットかぶった紳士が盗まへん。自転車この辺盗まれるからあんま置いとくなよみたいな。じゃあここで皆さんに問題です。こちらの標識一体どんな意味があるんでしょうか。なんやろな。突然クイズです。こちらの標識一体どんな意味があるんでしょう。
塚原さん、正解をお願いします。はい、この標識は先ほどありましたけども横断歩道の標識と同じ色で青色になっております。はい、自転車が、印字されてますけども、はい、横断歩道プラス自転車横断帯がこの近くにありますよという案内標識になります。なるほど、そういうことか。はい、横にありますね、自転車のマーク書いた、はいはい、あれが自転車横断帯です。これは歩行者を横断歩道ですね。だから車やったら場合はこの歩行者と自転車両方気をつけてくださいね、うんうん、っていうことですね。そうです。はい、なるほど。はい、皆さん分かりましたか。さあ、まあ、もちろんね、こう交通マナールール、はい、ね、学べる交通公園なんですけど、はい、新しくリニューアルされたポイントもあるんですよね。そうですね、はい、2年前にですね、あのこの奥の芝生広場っていうところできましてアスレチックの若干アスレチックの遊べるものとかも設置されて、はい、まあ、ここは、まあ、今はメインの会場となってるんですね。これ広いよ。広いです。また、はい、あ、じゃあここでなんかお弁当食べたりとか。そうですね、ここでピクニックできます。はい、皆さんここで芝生にね、敷雲を敷いてもらって、はいはい、お弁当食べたりとか。食べたりとか、はい、いいですね。いいですね、これピクニックもできますし、はい、そうです、交通安全のマナーも学べると。学べると、はい、はい、ぜひ皆さんに来ていただきたいですね。はい、はい、よろしくお願いします。さあ、ということで和歌山交通公園楽しませてもらいましたけども、菅原さんの方からのメッセージをお願いします。はい、皆様、交通公園では5月5日までちびっこが悲惨な交通事故に遭わないでほしいという願いとですね、健やかな成長を願って、鯉のぼり16匹あげております。ぜひあのお越し願って、楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いします。菅原さん、その鯉のぼり16匹っていうのは何か意味があるんですか。いや、特には意味はありません。特に意味ない何かのメッセージかと思いましたけどもぜひ皆さん和歌山交通公園に遊びに来てください。待ってます。